皆さんこんにちは、石野花帆です。今回のテーマは法です。皆さんこの法という言葉聞いたことありますか？まだ知らないですという方も、今日のお話を聞けば法という意味がしっかり理解できて、しかも書の技術にめちゃくちゃ貢献できる内容になると思います。今技術向上に一生懸命励んでらっしゃる方、または壁にぶつかって行き詰まってらっしゃる方などは、今日の動画を最後までご覧いただくことによって、格段に書の上達スピードに拍車がかかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまず法という言葉について説明をします。皆さん、筆の法と言われたらどこのことをイメージしますか？これ軸ですよね。筆管とも言う、持ち手のところ、筆管です。じゃあ法ではなく、法って言われたら分かりますか？法、法はこの全体の部分のことを指しますよね。じゃあここは根元のとこ、腰、ここは真ん中、腹。じゃあここは？そう、穂先。この穂先のことを同じく、全く同じ意味で、法って言ったりするんです。へーって感じですよね。穂先って言われても、法って言われても、同じこの筆の先端の部分のことを指します。なんだ、そんな簡単なことかって思った方がほとんどですよね。この法っていう言葉、なんか難しい感じだけど、よく出てくるんですよ。参考書とか見てても出てくるし、たまに私の口からも出ちゃう時がある。なので、法って言われたら、あ、穂先のことねって思ってください。で、イメージとしては、本当の先端のことを指すっていうよりは、もちろん先っぽのことも指すんですけど、穂先とか法っていう風に見たら、先端からだいたい1センチぐらいイメージされると分かりやすいと思います。説明とかがよく理解できると思います。本当の先のことだけ、この尖ってるところ1点だけをイメージしてると、この説明が出てきた時に頭こんがらがっちゃうと思うので、穂先とか頬とかって言われたら、先端からだいたい1センチぐらい使っていいんだなっていう認識でいてください。ただこの先端からこう1センチからだいたいこの3センチぐらいまでの中間の2センチぐらいあるじゃないですか。ここの部分は腹だから、絶対使わない方がいい部分。この腹の部分が紙面に着地して文字を書いてしまうと、マジックで書いたみたいな、ベターってしたみたいな字になったりとかして、みんな悩んでる。だから今回、法を立てるとか、法を絞る、法を開くっていう言葉、この動画を見ることによってしっかり理解してください。そうすることによって、皆さんが練習しようと思った時により、穂先に意識が向くようになると思うので、技術の向上につながっていくと思います。これからしっかり筆を立てることの意味、法を立てることの意味を説明していきます。じゃあ法の意味を理解できたところで、次は皆さんにクイズです。法を立てて書いたもの、そうでないもの、2枚お見せしますので、どちらが法を立てて正しく筆を使って書いた方か当ててみましょう。はい、 A と B、 どちらが法を立てて書いた方でしょうか？正解だと思う方、答えてみてください。コメント欄に答えてみてもいいですよ。どうせ後で答えてるけど。さあ、皆さん分かりましたか？正解は A です。法を立てて書いたのが A の作品ですね。分かった方はすごい。今 A と B を比較してもらいましたので、次は私が実際に書いて A と B でどう筆使いが違うのかっていうのを皆さんに見ていただこうかなと思います。まずじゃあ悪い方からあえて言ってみましょうか。最初の「ふ」という文字、これは草書体なんですけど、不可能とかの「ふ」ですね。ひらがなの「ふ」に近い形になります。まあ、実際ひらがなの「ふ」の字母はこの「ふ」なので、自然なことですよね。じゃあ実際に書いてみます。ダメな例ですからね。ほら、腹までいった。こうやって書きました。ダメな例は丁寧に置くけど、形もなるべく扇子の17条の感じで書くけど、筆使いはもうダメダメってやつですね。腹までいった。穂先だけで書くってこのぐらいしか使えないですから、もうここまでいくっていうことは、法を生かさずに書いてるのと一緒で、もうだったらなんで筆使ってんのっていう話にもなってくるっていう。せっかく筆という便利なこう筆の開閉が効く、穂先の開閉が、太い細いの変化が自在なお道具を使って書くわけですので、腹まで使うのはもったいないということですね。今のが悪い例になります。じゃあちょっといい例をその隣に書いてみましょうか。こっちいい例です。どうやって A は書かれたかというと、こうやってここでもほら、こうだけ使ってるの分かりますね。筆先だけここで一回立ててシュッ。ほら、書く時ももちろんこうだけを使って書いてるの伝わると思うんですけど、いちいちこういうところの曲がり、こう
転接的なこの折れ曲がるところとかカーブするところでも、ほら分かります？このここの部分を垂直に立てる動作を怠らないみたいな、このほら収縮も見てくださいね。こうやってこうするわけです。なんでこうするか分かりますか？次の線に向かうためですよ。人もジャンプするとき膝曲げないと飛べないですよね。膝まっすぐ立ったままピョンって飛べないじゃないですか。筆も全く同じなんです。こうやって書いてて膝まっすぐになったまま遠くまでジャンプはできない。次4画目ここまで飛ばなきゃいけないんで、ここで膝ちゃんと曲げてあげてください。膝を曲げるっていうのが頬を S 字にするっていうこと。ほら分かります？この S 字になってる感じ、全体にこう S に曲がってますよね。人間のジャンプと一緒で膝曲げる、でピョーンってやったらやっと遠くまで飛べる。これが自然な筆脈につながりますから、筆脈とも私は言うんですけど、この頬を立てることの大事さ今分かりました？頬を立てるってこんなに大事なんだって思っていただけたらめっちゃ嬉しいです。じゃあ次、徳。はい、じゃあダメな例の徳です。徳ってこれまた草書体なんで読めない、行人弁のこれです。これでちょっとダメな例で書いてみますよ。なるべく形は十七条っぽくいきますが、こう折り返すときもほら見て、さっきみたいなジャンプの膝曲げる動作しないです。ベタだ、ここちゃんと転接あるのにそのまま進みます。ベタ、同じ小筆の面連れてきちゃいます。ベタ、はい、マジックで描いたみたい。こんな感じのがダメな例です。次いい例いきます。いきますよ。はい、まず線引くときももちろんこう1センチしか使ってないですよ。そしてここ折り返しのとき、はい、覚えてます？こうやって S 字にするです。そうすると次の線にこう向かっていくときに、なんとちょっと一回止めますね。ここ本当は 離さないでくださいね。見てこの斜めの感じ、すごいしっかり出たと思いません？こうやってこうやって立てて折り返すと、ピシーンってこう四角い断面みたいに出てくれるんです。これが紙面から文字が立体的に浮き上がって見えるコツ。文字自体に迫力を感じるような要素になる。でもこれ筆立てないでこのままぬるっていったら、なんか線がぼやけて結構ダサめになるみたいな。でここの部分はもう一筆書きで最後までいく部分なので、ここでも気をつけたいといけないのは、転接だって思ったら、折れだって思ったら筆立てるんです、必ず。そうするとまた強い線復活する、また緊張感のある線が出てくるわけです。でこういうところとかももう何でもない曲線みたいに見えるけど、筆立ててから横に運んだりするんです。でこうやって曲線を描いていく。曲線なんだけど頬を立てながら描くことによって、生き生きとした筆力っていうのが最後まで持続する。今の説明だけでも結構頬を立てることの大切さっていうのが伝わったと思います。今めっちゃゆっくり説明しながら描いたんでいっぱいにじんだりとかしてるけど、実際リズムよく描いたりとかすればこのぐらいしっかりキリッと仕上げることになりますので、皆さんもこの頬を立てるっていうことに気をつけながら練習に取り組まれるのがおすすめです。はい、ということでここまでで皆さん頬を立てるっていうことの意味が理解できましたか？このチャンネルでは以前から筆を立てるっていうことの意味合いをよく説明してきたと思います。それと全く同じだなという認識で大丈夫です。穂先を使って書く、頬を使って書く、筆を立てて書く、この意味合いはもうほぼ一緒になります。言い方が違うだけという感じですね。で、頬を立てるが実際に頭で理解して書けるようになった、そうなったら次は頬を開くとか頬を絞るとかっていうことが技術的にもできるようになっていきます。頬を絞る開くって何のことっていう感じの方も、頬を立てて書くことが備わる自分に身につけば、あ、こう開くね、こう絞るねっていう風に理解もできるようになっていくんで、いろんな参考書とか買った時にもちゃんとそのテキストを活かして自分の練習に役立てることができるようになっていきます。で、この頬を絞る、頬を開くっていうやり方は、私の書道学校の方で配信したりしてますので、もしそちらも技術身につけていきたいっていう方はぜひ私の書道学校でお待ちしております。詳細は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。
今回の動画参考になったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。動画の感想コメント欄でもお待ちしております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。